んとこい。それでは最初に質問というかまず自己紹介をお願いします。日本海テレビアナウンサーの大垣舞です。入社は5年目になりました。ということで今年10歳になります。これな言ったら、好感度下がりそう。好感度なのかな、何なのかな。絶対に遅刻できない時は母に頼ってます。親に電話して起こしてもらっていますけど、一応それまでにもちゃんと自分で、まあ、起きるように、あの目覚ましをね、やっぱり何回も何回も。どこで買ってるんだろう。実はあまりファッションに明るい人間ではないので、私が見てておしゃれだなって思うような洋服を着ていたら、それは大体が母が買ってきてくれた服だと思います。まあそれに甘えてますね。なので申し訳ないんですが、多分実家の姫路の方とか、あとは通販とかで買ってます。アナウンサーの中でモノマネが上手い人誰だろう。自分でもいいと思います。それは言えん。あんまりみんなモノマネしない気がするな。大垣アナウンサーの得意なモノマネとかがあれば伝わるかな。友達に似てるって唯一言われたことがあるのが、名探偵コナンに出てくるあの FBI のジョディ先生のモノマネ。ちょっとキャメル、シュー。お粗末様でした。なんか最後に急に真面目なかっこいい質問来たな。大切にっていうか芯に置いてるのは、主役は情報だっていうところですね。最近はこうやってあの SNS だとか、あのこういうテレビの放課後とかでも私たち一人一人をフューチャーしてくれるというか、すごくパーソナルなことを聞き出してくれるようになってくださって、まず楽しいですし、こうやって質問してくださるのも嬉しいんですけれども、普段私たちはアナウンサーですので、自分が主役ではなくって、もう相手の方、情報が一番の主役、皆さんにお伝えするべきことだと思うので、心持ちとしては一番大切にしてお仕事に臨むようにしています。いやー、モノマネすると思わんかった。しかも真面目に話すのも慣れてないしな。皆さん、これからもこんな大垣舞よろしくお願いします。日本海テレビの方もよろしくお願いします。